連中がそこまで、どうか村をお助けください。えい、黙れ。我らは帝の軍ぞ。下船の者に構ってやる暇などないわ。助けてくれ。黄金軍に村が我らに任せてくれ。ここまで来たか。面白い。欲しけりゃ力ずくで取ってみろ。突撃。やられちまうかよ。敵将、討ち取った。兄者、敵はあと一人だ。一気に蹴りをつけちまおうぜ。敵を通しちまったか。こんなんじゃ暴れ足りねえぜ。昇格ってやつを倒せばいいんだな。一気に攻め込んじまうぜ。勝負だ。覚悟しろ。
いておけ。それは容赦しねえぞ。敵将撃ち取った。攻撃を仕掛けてはいかがか。Yeah!
働きにならんとしよう。そなたの働き、軍中随一よ。倒して何をなさんとす。私はただ乱を収めたかっただけだ。愚かな。蒼天はすでに死す。我なき後も新たな乱が次々と起ころ。たとえそうだとしても、苦しむ者あらば私は救いの手を差し伸べる。哀れなるほどに無垢なるものよ。その無垢さが汝の近しき者どもに不幸を招こう。を討ち、都の人々を救うのだ。
まずは止水管を突破するぞ。お稽古死ぬけども、この海遊の道を塞ぐ者は撃つ。情けない。誰か海遊を撃てる者はおらんのか。せるほどの戦ぶりよ。伝令、味方総大将苦戦中とのこと。ヤクは落ち着きを取り戻すんだ。
だが、それだけでは困窮した民は救われない。どうすればよいのか。腹減ったよ。頑張れ。俺たちは孫権様の兵士だぞ。殿が担っていたはずだ。軍長、エンジス殿の陣へ行ってみよう。どんな戦でも負けりゃおしまいよ。何としても勝つぜ。そなたに続くとしよう。孫権に兵糧を送るで。貴様、私が怠けているとでも言いたいのか。兵糧庫を狙う敵は見とでくるのか。文句があるなら、奴らを蹴散らしてこい。蹴散らしてきたようだな。よかろう、輸送隊を出してやる。体勢を取り味方の胸に。これがハース有限徳は弟長喜だ。俺様のことよ。おらおら、まとめてかかってきやがれ。この戦いできっちり手柄を立ててやる。そうすりゃ兄者の名も上がるだろうぜ。さすがの活躍であるな。他の者も奮い立つのだ。急ぐのだ。さあ、俺と勝負だ。
徳が義の刃、関雲長が討ち取った。 関羽とやら、見事。 さすがは雲長、やるな兄者。 俺も負けてられねえ。 さすがだな、雲長。 あとは孤狼艦を残すのみ。 力を合わせていくぞ。 炎章殿が孤狼艦を破る準備を始めた。 その間、我らで力を抑えるのだ。
覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。
また戦場で軍を競わず敵将討ち取ったり、お前らの食事から。さすがですな、将兵らの士気も高まりましょう。私がお相手いたしましょう。覚悟なさってください。邪魔をする者は全て葬ってくれるわ。そうしよう。この地は、趙紫竜が制圧した。